お母さん足平気なの？え？足疲れないの？疲れるよ。あ、ヒロ降りて。ヒロ降りて。ダメだ。ママとやる。ママとやる。なしゃれ。なママとやる。ママとやる。太重了。ママとやる。あれ忍者の忍者の。あ、忍者の写真見たでしょ。忍者写ってたでしょ。見せたの。え？ヒロ、跳ママ。他几个月的时候，我就是把他担在我这个腿上面的。现在啊，这么大，你过来呀！ちょっと体幹トレーニングやろ。十秒だけ。十秒？え、めちゃくちゃきついよでもこれ。お、頭は？やめるの？バカの靴下ちょうどいいんだけど。大丈夫。楽勝楽勝。楽。ママ。はい、やって。ママ。うん、やって。お、お、すごいすごい記録。あ、昨日カイト、ママにかっこいいって聞いたじゃん。ママ普通で言って、で今日ね、カイト、え、カイトのファン。うん、カイト好きな人だしね、みんなね、ダメ、カイトがかっこいいって、それをちゃんとカイトに伝えてって。あれ。そうそうそう、カイト嬉しい。見ても分かんない中国語だから。あ、そうか。違う、みんなあのコメントを書いてたの。うん、だから中国語。ああ、俺のだ。うん、痛い痛い。自分でねニコニコしてる見て。ヒロ君上手。上手だねヒロ君。ヒロ君上手。歌うまた歌うの？あそう昨日ね公園であの子のママと会って。ブリ？ブリのママと会ってなんかヒロね3歳になったら。なんか3歳誕生日好きだらもう保育園に入れるで幼稚園じゃなくて保育園3歳時点、そうそうだから8月3歳になったら保育に行かせようかな。あそうその後はね写真撮って TV なったやつよ。あ、本当だ。なった。あ、ご飯。さすがジャニア。なった。あ、饭好了。他告诉奶奶饭做好了。我们都没有听到声音，是好了。嗯。熱いよ。这个很烫的，不能摸的啊。ご飯ピピピピ。全然ね聞こえなかった私。聞こえない。嗯。なったじゃあヒロはママ今帰るね。上海だって。帰るしよう。上海帰る。あうんそう上海今ね大変。うん大変今、ね、そうそうそう、うん、西側西部の方うん上海西部あ、うん、あの東方明珠塔そうそうそう、うん、外滩の近くこれ。ひら、じゃあママ帰るよ。ママ、うん？ママ晩ご飯用意しなきゃ。ね。ママ帰、パパ帰ってくるから。うん、バイバイ。帰る、帰ない、ママ。ママ帰ない。ママ帰なきゃ。バイバイ。もう警察に外出したら、警察に。捕まったの？捕まるんだって。そう、中国でもしね、いいこと聞かないと。捕まる？うん。看一下哥哥在干嘛？上啊！哥哥在上课，走，你走来走来。あれ持ってこなくていいの？こういうの。あ、不能接话。持ってくる？要不要？持ってくる？だって目がこうなってるじゃん。はい。じゃあ持ってきて。小猫，这个。OK。什么？那这个怎么？我老公又在看麻将。每天电视都会放，感觉在日本这边啊，麻将馆还挺多的，好像。但是现在可能一般年纪大一点的人喜欢，年轻人可能没有那么多时间。マコ、嗯、日本で麻将人気あるの？それなりに普通かな。なんかお父さんお母さんも結構好きじゃん。そうだね、好きな人は大好きだしって感じかな。たまにやるの？
や全然やらないよ。しかやんないかなさ、お前とやって、お前とやってるぐらいじゃんだ。しかやってない。会社の人たちは。やってないよ、俺らは。全然。日本の麻雀のやり方ね、本当に難しい。跟中国那边的玩法不太一样，挺难的。我刚开始跟我公婆见面的时候，第一次他们听说我会玩日本的麻将，觉得很惊讶，说：“哎，你会玩麻将？”然后我们就来日本的时候，他们天天陪我打麻将。마고 히로 호이군 이가세데 도 모 이잖아요 네 혼돈이 히로 네 호이군 이가세요 가나 도 모테레 反対ない？ないよ、別に。前はだって反対してたじゃん。入れるなら、保育園に。それだけで反対してたの？いや、だってもう今仕事しちゃってるから、仕事してなかったらそりゃ入れるのはおかしいかなと思うけど、仕事してんなら預けるしかないかなと思う。お母さんね、前カエットの時反対してたじゃん、なんかいじめるとか心配してて、でも今日ねちょっと話してあんまり嫌じゃないみたい。そうか、だったらいいんじゃない。だからね、ヒロ行かせたら私とお母さん両方もと楽になるでしょ。もうそろそろ3歳になるから、もうね、いいとは思うけど、まあ、いや仕事がなかったら俺も反対よ、ちゃんと育ててって言いたいだけ、ママとして。だけど仕事あるんだったら入れてもしょうがないかなって思うだけ、反対じゃないよ。分かった、俺出張行ってる時、カイトとヒロはどうだった？なかった？オリコリしてたよ。ただね、夜の時ね、パパは、パパ今日何時帰ってくるのとかで聞いてた。どっちが？両方とも聞いた。あ、両方とも、で、パパに会いたいとか。あら、いいじゃん。カイドとヒロね、パパに会いたいって聞いて、幸せ？幸せ。ヒロに感謝してるよ。那今天我们来教一个什么单词呢？保育園、保育園。中国话的话是托儿所。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 再说一遍。托儿所。对，托儿所的日文发音呢？保育園。保育園。もう一回。保育園。保育園。拜拜。またね。